どうも実様です。一人だけでも種馬兄弟です。はい、どうも実様です。今日もガンダムバトルオペレーションネクストの実況していきたいと思います。おう、誰も D 行かなさそうですね。今日はブルーディスティニー1号機に乗ってみたいと思います。というのもですね、ランクマッチシーズン10何ぼこで 4? かな、インフィニットジャスティスと先行機体、ストライクフリーダムガンダムがもらえるというキャンペーン中ですね。あ、これがあれか、インフィニットジャスティスってやつか。初めて見ました。ブーメラン打ってファトムで、半分以上持ってかれんの。お手軽強機体っていう感じですかね。あ、当たんのかな、これで死ぬの。アホみたいな機体ですね。はい、まあ全復刻のね1年目の分が出てるんで、おすすめ機体の1体としてブルーディスティニーに乗ってみたいと思います。リベンジ行くか、なんとなく分かったし、まあちょっと苦戦してでも勝てるでしょ。よいしょ、危ねえな。弾数は一緒なんですかね。ブーメラン、普通のジャスティスがねブーメランとファトム一発ずつだったんですけどもね、その辺変わらんのかな。外した。はい、今のね、マルチミサイルを外すと、よいしょ、あーくそ、逆にジャスが、厳しいですね。てて格闘も出が早いですね。これ何なんだろう、吸収機体なのかな、何機体かよく分かんないですね。あー勝てましたね。はい、お、2番が、なんだ、取れてね、しまったでもまあこっち止めるとまずいか。えい、あー外した。でかおらい、よいしょ、早いなぁ、ダブルゼータ。あ、下田また外した。はい、ダメだ。壊されたら負けそうですけど、止めれるかな、なんとか。外した。外したっていうか、ロック外しちゃったよ。はい。はい。はい、プレイ自体はとても久しぶりです。はい、ビグザムも出てるんですね。一回だけ、ちょっとね、実感あったんで、1戦ちょろっと攻撃だけやったんですけどもね、 2,3 日前ですか。はい、ビグザム出てきましたね。ヒットポイント多めなんですかね。なんか時間かかりましたね、倒すの。倒しきれずに試合が終わっちゃいましたけどね。はい、あとね、このブルーディスティニーは一応攻撃特化系にしてます。はい、選挙取るの遅いですね。実様には向かない戦法ですね。おー削れるな。はい、色はですね、ブルーディスティニーなんですが、終わっちゃった。拠点破壊も同時に終わっちゃったんだね。はい、短かったですけどもね、復刻中のおすすめ機体の一体ですね。コストも低めなので、腕にあまり自信ない人もね、あまり恐れずに出撃しやすい機体だと思います。実際はですね、この動画からあと、金曜日土曜日今週いっぱいかなは多分毎日配信できると思いますのでね、ぜひ見に来てください。はい、めちゃくちゃなプレイでしたけどねなんか1位だな、ありがとうございます。選挙取ったからですね。はい、何もしてませんが、チームの皆さんのおかげで勝てました、ありがとうございました。ということでね、もしここまで見てくださった方おられましたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。